ですね、ちょいちょい起こりやすい、この距離ぐらいからの強パンチェスカにも実は結構あってですね、たまたまこうやって入った時に今入りましたけど、ほとんどの場合たまに入んない時があるんですね。特にこの辺で当たったりとかするとここのパンチが入んなかったりします。でこうなると非常に面倒くさいので、あまりにも遠い位置からちょっと当たったギリギリ当たっちゃうような時は強キックです。これで入れると多少猶予が長くなってちょっと見やすくなるので、もちろんの時はこれがおすすめですね。これでも最低90持っていけるんで、まあ何かあってもこれでフォローはできます。このやり方も結構使えますね最近では。